ジーザス・リザードはアメリカのロックバンド。1987年テキサス州オースティンにて結成。その後の多くのオルタナティブ、ポスト、ハードコアバンドに多大な影響を与えた。ギタリストのデュアン・デ・ニソンと元スクラッチ・アシトのボーカリストであるデビッド・ヨー、ベーシストのデビッド・ウィリアム・シムスの3人で結成された。ドラマーは不在で代わりにドラムマシンを使って リハーサルを数回行った。1988年、ヨーとシムスは、シカゴに渡り、デニソンも、翌年二人に続いた。1989年、タッチゴーより、スティーブ・アルビに録音の EP、ピュアでデビュー。その後ドラマーとして、マック・マクネリーが加入し、バンド初のライブを7月に行う。翌1990年にファーストアルバム、ヘッドをリリース。 1994年までタッチゴーより計4枚のアルバムをリリースした。1995年にバンドはメジャーレーベルのキャピトルレコードと契約。翌1996年に5枚目のアルバムショットをリリースするが、マクネーリーが同年暮れにバンドを脱退し、ジムキンボールが新しく加入。長期に及ぶツアーの後、1998年に EP、 ザヤソリザードと六枚目のアルバムブルーをリリースするが、キンボールが八月に脱退し、ブレンダン・マーフィーが加入。再びツアーを行うものの九百九十九年三月にキャピトルレコードを解雇。同年六月に解散を発表。二千八年にバンドは再結成を発表。翌二千九年に行われたピッチフォークミュージックフェスティバルやオールトゥモローズ、パーティーズといった アメリカやイギリスのロックフェスに参加し、ツアーも行った。10月にタッチゴーでリリースした4枚のアルバムがリマスター再発された。リマスタリングには当時エンジニアを担当したスティーブ・アルビニとアルビニのバンドメイトで同じくエンジニアのボブ・ウェストンによって行われた。ありがとうございます。